最初の方にご説明いただきました下半期に何が起きるのかということでございますけれども、何が起きるのかって言われたら何がこの売上の方は正直330億という計画を立てておりますけれども、そんなに私はこだわりを持たないでいこうと思っております。これをこだわってしまうとですね、前期の二の舞みたいな形になりましてね、非常に利益率の低下を招き、その社員 その行動規範やその付加価値を作るという今の方針のところにブレが生まれてくると思っております。しかしその利益額の方に関しましては、この今の示させていただいている数字というものは、これはもうミニマムのものでございますから、これはどこまでその高めることによってできるのかということについては、しっかりとご期待に応えるように取り組んでいきたいと考えております。はい、よろしくございますか。はい。